今回のタイトルは、カルダの NFT 統計7000の NFT プロジェクト15のマーケットプレイスが4億5900万ドルの取引量に貢献です。ぜひ最後までお付き合いください。最近の統計レポートによると、カルダの NFT セクターはいくつかの興味深いマイルストーンを達成しています。カルダノは暗号エコシステムにおいて最も有望なブロックチェーンプロジェクトの一つであり続けています。設立以来、このネットワークは採用率で大きな成長を記録しています。その非代替性トークン NFT セクターに関する最近の統計レポートは、ネットワークが到達した魅力的な高みに焦点を当てています。カルダノデイリー、非公式コミュニティ主導のカルダノツイッターハンドルは木曜日に情報を開示しました。昨日、私たちはカルダノのエコシステムの NFT 風景の概要を得ました。この潜在的なセクターの傑出した統計を見てみましょう。このツイートに添付されたスクリーンショットには、カルダノ NFT のエコシステムの状況が示されています。スクリーンショットのデータによると、カルダノネットワークには約7000の NFT プロジェクトと15のマーケットプレイスが存在します。7000近い NFT をホストしていることは、カルダノの称賛に値する偉業であり、このチェーンの普及率が高まっていることを裏付けています。15の NFT マーケットプレイスはカルダノのエコシステムに約4億5000万ドルの取引量を提供しています。またカルダノ上のトップ100の NFT コレクションからの統計を考慮すると、NFT セクターの評価額は300ミリオンドルから616ミリオンドルの間にあります。 JPEG ストア NFT はカルダノのエコシステムにおいて取引量最大のマーケットプレイスとして際立っています。このマーケットプレイスはこのセクターの取引量全体の 64.19% という驚異的な貢献をしています。 CNFT は取引量の 28.09% に貢献し2位を確保しています。スペースバズは 4.51% で、残りの 3.21% は他のマーケットプレイスからの貢献です。また、NFT コレクションを数量ベースで見ると、一つのコレクションでの貢献度が最も高いのはスペースバズで、7.90% のシェアを獲得しています。パビアが 6.72%、クレイネーションが 5.78% となっています。66% のボリュームを他の NFT コレクションでシェアしており、独占率の低下を示しています。イーサリアムの共同創設者であるチャールズ・ホスキンソン氏によって2017年に立ち上げられたカルダノは、設立以来大規模な成長を遂げています。しばしばイーサリアムキラーの一つとして注目されるこのブロックチェーンは、暗号通貨コミュニティに高いスケーラビリティと低い手数料を提供することを目指しています。カルダノチームは間もなく行われるバシルのアップグレードでネットワークをさらに改善しようとしています。これまでの遅延にもかかわらず、チームはバシルアップグレードを9月22日に予定しており、それは約束されています。アップデートのための前提条件のほとんどは達成されつつあり、コミュニティはその出現に興奮を覚えたままです。最後までご視聴くださり誠にありがとうございます。当チャンネルでは仮想通貨に関するニュースをお届けしております。よろしければチャンネル登録・高評価をお願いいたします。